ブルーライン沿いを狙って入っていくんで、で緩斜面入ってとにかく注意しておいて、そこから、ウェーブの部分で、今日は多少浮くから必ずスキーのエッジをほどいてあげてフラットの状態で、ウェーブ入っていくことです。ビブ56、競技員長ポジション通過、問題なし。